いやとりあえずまあ坊主はね、逃れましたけど、今のところ白むつ、どうなんだろう、むつってね、白むつ、まあ、全て小さく思えたんですけど、まあ小さいのが5匹。で今はですね、ちょっとあの前になんか私、マーキングしてあるところが、なんでマーキングしたのかわかんないんですけど、そこの方に今ちょっと向かってます。で行けばわかるさ、マーキングしたってことは多分ここに根があると思うんだよね。思い出せ、ふう、ちょっと電池交換とメモリー交換して GoPro の方、再開です。さあ、今ここ水深36m で 60g のねジグ、だいぶ浅くなったな、緑金、通称緑金、もう定番中の定番でみんな釣ってますよね、これで。そうなの、まあそれをちょっと今、ジグを落として、定番ってことは、よく釣れるってことか。ゆっくり、なんだろうな、俺ここにマーキングしてんだろう、なんか起伏があったのかな、地形変化なんかあったんでしょう、知らんけど。あまり使わない 1,2,3,4,5 ショートピッチのジャークで、専門用語きた。止める、止める、巻く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 、止める、一回回収、糸がだいぶ斜めに入っちゃったからね。丁寧な説明だ。こんなんで釣れるのか。よいしょ、あ、釣れた、来た、よし、来た、なんだ、なんだ、なんだ、お、よいしょ、あ、バレ、バレ、バレてない、バレてない、バレてない、お、叩く、叩く、叩く、なんだろう、あ、バレた、叩くといえばタイ、あ、バレた、バレてない、バレてない、糸寄り、どっちやねん、糸寄り、はい、糸寄りさん、綺麗だね、お尻も、あ、はいはいはい、はい、OK、OK、ピチピチやめて、ピチピチやめて、ピチピチは元気なんです、はいはいはい、糸寄りってなんか美人さんって感じ、はい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 、じゃあ君も、はい、またお持ち帰り、はい。前回の塩むつと合わせてお土産、ちょっとね、移動してきたんです。ちょっとベイト の反応があったんでね、ビンビンスイッチ落としてます。ビンビンなスイッチいや、ほんと釣れんのかな、不安になってきたな。今日こそ釣れる、あ、何の声や、よっしゃビンビン釣れた、やったな、ビンビン、ん、え、あ、なんだ、いるけど、けど、何、いるけど、なんだろうねまた糸寄りじゃね、リリースサイズかな、ちっちゃそうな感じ、さあ糸寄りとかかな、あ、ホウボウだ、ホウボウさん、どうする、小さいな、ちょっと小さいね、これはね、標準サイズがわかんない、ホウボウさん、はいはいはい、ガタガタ、そこそこにも思えるが、
はい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 。ちょ、待って待って待って。大丈夫大丈夫。ちょ、返してあげるから、そんな。魚にとっては危機的状況。うん、はい、よし、バイバイ。行ったね。よし。はい、ホウボウさん。おぉ、ビンビンスイッチ初魚種ですね。いやー、ちょっと移動してきました。またか。まあ、出店場所にちょっと近い方に回ってきて、これからどんどん、岸に流されるんで、流されながらちょっとね、先ほど、初めて釣った、ビンビンスイッチで釣った、何言ってんだ。ね、先ほどビンビンスイッチでね、初めて釣ったんで、ビンビンスイッチつけて、ちょっと、タイラバっぽいことをしてみます。要はタイラバしてます。お、なんか来たよ。お、離しちゃった。離しちゃったね。手応えだけでわかるのか。今来ましたね。なんか見えないものが見えるって、もしかしてニュータイク？あの獲物かな？何か。何のことを言ってる？おじさんには。違う世界が見えてるのか。あ、暑いね。熱中症には気をつけよう。暑いよ。夏だからね。何してる。暑いよ。おー、気持ちいい。これ気持ちいいね。足だけ。ああ、海行きたい。海でビール飲みたい。あれ、俺これさ、こうやってさ、プカプカこうやってさ、足出してやってるのさ、これジョーズとかでなったら俺死亡フラグ立ってない？暑さで妄想始まった。ね、のんびり釣りしながらさ、暑くてさ、足をこうバタバタさせて、いや気持ちいいね気持ちいいねってる。ねえ、気持ちいいなーって、釣り楽しいなーって言ってるとこでデーレンってこうね、これ死亡フラグ立つよね。上手の話か。デン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 、怖えなー。そうだね。あー、くだらね。今回はカットしないよ。で、たまにこうね、よっしゃーってこう助かるんだよね。ヒューって逃げる方もあるか。一人で盛り上がってます。こう食われるって言った時にこうね、足をまたこう閉じてね、入れてね、でスーって逃げて、ちょっとねこうね、あれは映るのよ、背びれは。だけどこう釣ってる本人はね、全然気づかずにね、どんどん盛り上がってきた。もうね、スクリーンの向こうの人はね、いや危なかったねっていう、危なかったね、安堵の気持ちですよ。よかった。やっぱでもね、ジョーズはね、怖かったね。怖かったね。あの子供の頃にやっぱね、見たんですよ私。やっぱね、海行けなかったですよ。海怖かったですよ、ジョーズ見た後。階段の後トイレに行けないタイプね。あれですよね、あのジョーズ公開された年の海水浴客ってもうアメリカの方もね、まるっきりいなかったらしいですよね。もうハンコ鳥の相手でもみたいですよ、その海水浴場がね。そりゃそうだよ、トイレに行けない人多い。怖かったもんあれ。またよくできてたんだよな、ほんとな。うまいよなスピルバーグ。軽く上から、ね、スピルバーグでいいんだよね。そうだ、スピルバーグで。うん、1と2も面白かったね。2までで3とかあの辺、まあ2もなんか最後なんかあれだっけ、電気だっけ、見てないから知らん。そうだよね、なんか発電所のところでなんかビビ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 ビつって、なんか確かジョーズにね、の骨が見えたり隠れたりしたかったっけ。パロディあれちょっとうろ覚えだな。ビビ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 だと思ったね。
一発目はファーストあれですよね、酸素ボンベを口の中に入れて、それを今度拳銃で撃って口の中で爆発させて、ここはみじん切りですよね。大ダメージだ。で2が確かね、そう発電所のところでビビビビビビビだと思ったな。盛大にネタバラシすんな。ね、そうそう、あのジョーズの1のさ、サメ名人いるじゃないですか。知らん。ジョーズ1で出てくるね、サメ取り名人、あれ実在してますからね、あの方。豆知識。本当ね、人食いザメと言われるね、サメをね、本当サメハンターでいました、いたらしいですよ、本当にいたらしいか、いたんですよ。それをモチーフにね、クイントだから船長。居酒屋で絡まれた気分。よし。なんでしょう、なんだろう。釣りしてるの忘れてた。糸寄りかな。ちっちゃいな。アマダイとかだったらいいな。アマダイ、アマダイ、アマダイ。アマダイコール。いやでもアマダイにしたらちっちゃいな。あ、やっぱ糸寄りかだと思った。おっと、糸寄りさん、ワームの方に食いつきましたね。これもじゃあ、もう、おお、はい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 、お持ち帰りですね、これもね。はいはいはい、今回はお土産たくさんだ。よいしょ、ね、はい。糸寄りで写真撮っとく。はい、よいしょ。岸が近く見えるのに、はい、水深30メートル以上あるのね。綺麗だね、この蛍光、蛍光イエローが。今日ね、本当ね、風もなくね、じゃあ結構すごいうねりはね、あったんですけど、風もなくね、カヤック日和でしたね。今日はね、東京湾とかね、南房総とかあっちのね、千葉県のね、は多分強風吹いて、あと湾内もね結構吹いてるんで、関東だと厳しいかな、カヤックはと思ってこっちに来て、でなんとかね、ちょっと初めての挑戦、中心回、勝手が分からずね、前回の動画ね、当たりが出ないんだけど上げてみたらちょっと重いぞっつって、でね、必死にこうね、 150m 100ぐらいザーッと巻いてね、上げてきたらね、なんかついてるっていうね、なんかラッキーみたいな、ラッキーな、釣ったというのもね、ついてきたって感じの、まあ白ムツがね何匹かと、あとね、ビンビンスイッチ、今回の動画ね、今までずっと使ってビンビンスイッチで釣れなかったんですけど、ようやくね今日糸寄りが2本釣れました。あとなね、2、3回バイトあったんですけどね、乗らずに、まあなんか糸寄りっぽいですね。まあ糸寄りも2匹、一応今日はね全部お持ち帰りで、して、ね、実家が居酒屋なんでね、多分居酒屋のメニューになっちゃうと思います。よし、じゃあ、そんなこんなで、富士山を、富士山バイバイね、恥ずかしがりやめ、隠れちゃってね、今度は顔見せろよ。あれか、今すっぴんか。そうだ、すっぴんだからだね、しょうがねえな、酔っ払いのノリ。じゃあね、今度はちゃんと雪化粧して会おうぜな。それじゃあ、駿河湾カヤックフィッシングでした。どっち行くんだよ、あっち行ったら、あっち伊豆の方行ったんですよ。はい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 、はい、U ターン、はい、チャラララチャララチャララチャ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